キリーさんのいるキャリフォルニアベースを脱出した私たちは、計画通り北上を装いつつナッシュビルで友軍と合流。そこから真逆に陸路でケープカナベラル基地へと向かってる。でも同行する輸送車両がなかなかののろまさんで、連邦の目をかいくぐりながら進むのはかなり厳しい。キャリフォルニアベースを出て数日、敵の追跡から逃れることに限界を感じていた私たちは、いよいよ選択の時を迎えた。もたもたするな。すぐに監視ゴーグルだけでいい。はい、急げ。了解です。どうだった？時間の問題ね。大型列の後ろだ。あの子たちは。じゃあ夜の散歩とシャレ込むか。気をつけてけよ。寒い。はい、ありがてえ。お前がいてよかったよ、アルマ。え、コーヒーそんなに美味しかった？違いますよ、アルマさんは私たちが変わるきっかけをくれました。ああ、私こそ二人と会えてよかった。せっかくだしアルマさんのこと聞きたいな。いいね。モビルスーツの操縦技術はどこで覚えたんだ？うん、私ね、フラナガン機関ってとこにいたの。フラナガン機関ですか？ニュータイプの研究所だよ。ちっちゃい頃から私、なんだか空気読めないみたいでさ、すぐに周りの人を怒らせちゃったり評判だったんだ、気味悪いって。そしたらニュータイプの可能性があるかもって呼ばれたの。なんだよそれ。ニュータイプってね、認識能力の拡大した人なんだって。離れていても通じ合えるみたいな。それって素敵だなって思った。一部ではエスパーだとか言われてますよね。あの赤い彗星もそうじゃないかとか。どうなんだろうね。でも私はサイコミュとかいう機械をうまく使えなくてさ、気分転換にモビルスーツのシミュレーターばっかりやってたら、その記録を見たキリーさんが声をかけてくれたってわけ。なるほどな。苦労してんだなお前も。てか話が重いな。エレナさん、一人の人間の話が重いのは当たり前ですよ。ティルナノーグは楽しかったよね。みんなと一緒に過ごす時間が私大ねえよ、当たり前のこと言うな。友達といるのはそれだけで楽しいんだよ。私たち戦友で仲間で友達ですね。それって最高だね。おい、どっちだ、どっちがくすぐってんだ。やおやバルバラ、本気なんだな。ああ、我々ノイジーフェアリーはこれより隊列を離れ、追跡している敵部隊を迎撃する。うちがおとりになって他の連中が逃げる時間を稼ぐわけだな。でも戦闘になれば他の敵も引き寄せますよね。そこで提案なんですけど、戦闘後ギリギリまで東に向かいましょう。山脈越えは過酷ですが追跡も困難なはず。このまま南下したら目標地点を割り出されて、脱出した他の部隊も危険だと思うんです。ってさも偉そうに言ってるけど、うちら3人で考えたことだからな。どうでしょうか、バルバラ注意。すごいな、お前たちは。ルート変更は私も考えていた。
かし我々のケープカナベラルへの到達は絶望的になるぞ。絶望なんてしませんよ。私たちにはキリーさんとの約束があるじゃないですか。そうだな。脱出部隊にはこの後すぐに出発してもらう。移動確認後、我々はこのポイントまで移動する。敵は川沿いに上がってくるようだ。襲撃に備えてのことだろう。用心深いことだ。我々はここで敵を迎え撃ち、脱出部隊が離れるまでの時間を稼ぐ。交戦すれば周囲の敵を引き寄せるだろう。リスクは高いが、可能な限り踏みとどまるぞ。作戦説明は以上だ。戦闘後のことは先ほどの意見を踏まえ、状況を見て判断する。頼んだぞ、みんな。友達か。なんだよ、ニヤニヤして。いや、どうしても嬉しくて顔のにやけが抑えられない。もう出撃前だっていうのに緊張感のない人ですね。ごめんごめん、すぐ切り替えるから。一発パンチを入れてやろうか。きっと目覚めるぞ。エレナは加減を知らないからやだ。友達か。なんだよ、ニヤニヤして。いや、どうしても嬉しくて顔のにやけが抑えられない。もう出撃前だっていうのに緊張感のない人ですね。ごめんごめん、すぐ切り替えるから。一発パンチを入れてやろうか。きっと目覚めるぞ。エレナは加減を知らないからやだ。始めたばかりですまないが、周辺の敵がこちらに集まりつつある。敵が戦闘エリアに入ったらすぐに知らせる。素早く損耗を抑えて、なるべく多くの敵を倒していけ。いやー、バルバラ中
類のオーダーは相変わらずシビアス。そうですよ、前も100周走れとか。そんなこともあったな。と、懐かしんでる場合じゃないか。目標は高く設定するのが基本だ。おかげでいつもより10周は多く走れただろ。よし、やってみせますよ。本当に魔女なのか？
素晴らしい戦果だ。これはお前たちの実力だ。誇っていいぞ。私強くなった気がするよ。敵部隊来ます。敵は少数のみ。赤いガンダムもどき。よりにもよってあいつらかよ。とはいえ一度は勝った相手だ。アルマ、赤いのは任せていいな。うん、ミア、ガンダムと他の機体を分断できる。はい、一発あれば十分です。決着をつける。なんだろう、今までとは違う。でもわかる、間違いなくあの人だ。あなたが憎いわけじゃない。けれど軍人として守るべきもののために戦う。ミアとヘレナの方は戦闘しない。私たちの戦いを邪魔しないように気を使ってくれてるのかな。じゃあ一騎打ちといきますか。今までの狂気や憎悪を感じない。正直今の方が奪われた悲しみは消えないし、誰にも償うことなんてできない。私たちは結局自分を信じて戦い抜くしかない。だからここで決着をつける。ジオンは負けた。抵抗はやめて投降しなさい。それが正しいのかもしれない。でも大切な人との約束を果たすため、まだ私にはやるべきことがある。キャリフォルニアベースはすでに落ちた。もうあなたたちには帰る場所もないでしょう。死んだらその約束だって果たせなくなる。戦い抜かなければ約束は果たせない。それに帰る場所ならある。仲間のいる場所、それだけは絶対に奪わせない。私の切り札で圧倒してみせる。動きが変わった。まずい。あなたは強い。でもここで終わらせれば。終わらない。私は帰る。仲間のところに。これだけやってまだ動く。なら徹底的にやるしかない。ここまで追い詰められるなんて。そろそろ聞いてくれないか。
みたいに人は変われるんだって。正直救われた。軍人としての覚悟を決めただけ。ちょっと肩の力を抜いてね。軍人としての覚悟か。簡単なようで難しいことです。でもここはどうしても譲れない。そう、でもこれは戦争。私は軍人としての覚悟を持って全力で戦わせてもらう。真面目すぎですよ、大尉は。素晴らしい戦果だ。これはお前たちの実力だ。誇っていいぞ。私たちは危険な賭けに出ることにした。本来のルートを大きく外れ、アパラチア山脈を越える。その道は険しく、時間が経つほどに逃げ場を失うことも分かっていた。それでも私たちがいる限り、連邦の目はこちらに向き続ける。キリーさんの言っていた多くの友軍を助けるための私たちにしかできない役目、私たちはなすべきことをなす、その覚悟を決めたんだ。仲間たちと進む険しい道のり、キリーさんとの約束を胸に私たちは進む。次回、霧を抜け光さす。戦火に照らされ妖精たちは踊る。